はじめまして、私ひでのりと申します。名刺じゃないからね。まあ僕以下は上級者とは呼ばないね。はい、こんにちは、ひでのりミュージックスクール校長ひでのりです。のりーす。あ、ティム・ヘンソンはめっちゃうまいと思いますよ。要はこれさ、ティム・ヘンソンくらい上手くなるには才能って部分は欠かせないですか、努力で到達できる限界はあるんでしょうかって今あるじゃないですか。まあ、ちょっと話の続きで言いますけど、なんていうのかな、まあ、確かに彼才能すごいと思うんですよ。ティム・ヘンソンくらい上手になるには才能って部分は欠かせないですか、才能っていう部分は欠かせないと思います。いや、ただねやっぱね、彼が上手なのは当然そのギターのテクニックが上手いとかっていうのは当然あるけど、やっぱりああいうこう曲とかフレージングとかだと思うよ僕は。本当に僕がね、あの重要視してるのはね、作曲なのよね僕ね。本当にギターのプレイじゃなくて、ギターのプレイは好きだからやってるんですけど、本当にこう自分ってこういうもんなんですよ。はじめまして、私ひでのりと申します。名刺じゃないからね。もうギターの曲を聴いてくれと、こういう人です私はみたいな。それをコピーしたってダメじゃん。私はこういうものです、ポール・ギルバートめちゃくちゃうまいとか言って、いやそれポール・ギルバートやんけってね、お前じゃないじゃんみたいになるじゃん。僕世界3位入ったじゃないですか、ワンミニッツヘルマンっていう曲で、ディーン・シュレッダー・サーチか、もう僕は世界3位世界3位ずっとネタにしてる。あれね、別にもっと上手い人めっちゃいるんすよ、正直いたんすよ。僕ね、あれね、1分ちょうどに早弾きをまとめて展開もちゃんと作れる作曲能力で僕3位になってると思ってますよ。本当に別に早くねえじゃん、ある程度早いけどさ。じゃああれが早弾きのなんかコンテストで3位取れるのかって、あれ取れないと思うんですよ。そう思わない、そんな曲じゃないよねあの曲。でも曲をまとまってるじゃん、ちょうど1分なんだよ俺、ワンミリ1分にしたの、テンポとかも合わせて調整して。そういう力がこう審査員に選ばれたんだろうなって思ってるんですよね。わかんないですよそれ、あの聞いてないですからね、審査員に直接聞いたわけじゃないから、そんな回答とかもくれないからわかんないですけど。あ、そうでしょ、そう曲ね、かっこいいって言われるの僕めちゃくちゃ嬉しいんですよ。やっぱり頑張って作ってるんで、僕の曲ってこう分かりやすいじゃん。教則曲は教則曲でめっちゃ分かりやすく作るし、ちょっと申し訳ないんやけど、教則曲じゃない曲ってなんか覚えにくいフレーズとかあるじゃないですか、コピーしづらい。僕は本当は分かりやすいフレーズをバンバン入れたいんですけど、誰でもパッと聞いてパッとコピーできて、あ簡単に弾けるなみたいなフレーズを詰め込みたいんですけど、あんまりこうがっちりこうね、オリジナル曲でずっとその教則曲じゃない曲もそうするのって、うん、なんか全部そうするのちょっと微妙やなみたいな、そういうのがあるんですよね。まあ、だからそのちょっと話の続きになりますけど、その上級者ってことになってくると、まあやっぱりまあ僕以下は上級者とは呼ばないね、正直僕の中でよ。僕がギリ上級入ってるんだからさ、曲も作れねえ、アドリブもできねえ、そして作ったとはいえ曲かっこよくねえとかさ、僕の中では呼べないよね。そんなやつがなんで僕より上なんとはなるじゃん、やっぱり。だから僕にとってその上級者ってのはそういうことなんです。どんだけコピーが上手くても中級者止まりだよねっていう話、別次元の話だからね。上手に弾く能力と作曲ってやっぱり。根本パッケージとても興味あります。購入するべき人の基準や購入して練習することでどんな効果があるとか言える範囲で教えてほしいです。購入するべき人の基準その1、周りにギターやってる人がいて、明らかに自分の方が歴長いのに明らかに周りの方が上手い、これは完全に根本が足りてない典型パターンなので、まあこれは分かりやすい。ギターソロなんか弾いてる時によく言いますね、みんなね、早かろうが遅かろうが指が分離しないんですと。え、遅くてもしないんですよ。はい、この人もそうです。早いピッキングができないんです。早いカッティングとかね、今言った2と3っていうのはコントロールなんだよっていうのが分かりますか。全部コントロールするっていうところに尽きるんですよ。遅くやんのも早くやんのも早くコントロールしたらいいんです。よし早くやろうって、それが根本が足りてないと速い動きっていうのは即座にできなかったりするんですよ。4つ目を言うなら、私生活で不器用やねとか、ちょっとしたことがなんかうまくいくことできない、なんかいるでしょ、何でもかんでもうまいことなんとなくそつなくやっちゃうやついるでしょ。俺が鶴1個追ってる間、あいつ5個ぐらい追ってる、しかも綺麗みたいな。日常生活での何かしらふとしたことの動きだったり器用さだったりっていうのがちょっとと遅かったり戻ってる気がするみたいな人も、これ4番目、これも条件としておきます。はい、というお話でした。次回の動画でお会いしましょう。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。